歴史が静かに生き続ける中国。この悠久の広大な大地には現在も様々な神秘と謎が隠されている。古来から仙人と超人たちの活躍が語り継がれる国中国。そんな未知の国中国で今驚くべき超能力開発が進められている。首都北京では密封された瓶から薬を飛び出させる超能力者が。そしてシルクロードの町西安、かつては長安と呼ばれあの楊貴妃がこよなく愛したこの地はまた仙人のふるさとでもあった。その西安の人間変圧器、それをこう触っているわけなんです。触らない。目から発する気の力で人を操る眼力仙人。そして気功を体得した女仙人、西安には現代の仙人たちが生き続けていた。さらに地上の楽園として名高いここ広州にも、気の力をもってして人間を意のままに操り人々を病気や悩みから解放するという気功師がいる。そして中国で最も自由な都市上海、若者の街であり最も近代化が進んだこの街にもミステリアスな超人たちがいる。気の力によって自由にその体型を変えられるという驚異の超人パワー。はい、はい、自ら実験台となった藤木優が体験した気の世界とは。スポーツレポーター井出光慶が見た超人パワーの秘密とは。そして鬼太郎が気功と超能力のミステリーゾーン中国に迫る。脅威、これが中国の超人たちだ。鈴木さんは気功師の大家を訪ねて広州への旅に出るのです。乗り込む列車は特快といっても日本の特別快速とは違って正真正銘の特急列車。中国では列車のことを火の車と書きますが、特急は財布が火の車では乗れない普通の2倍料金となっています。そしてこちらの車両は南座と呼ばれる一等車両で、白いテーブルカバーと灰皿にムードがありますよね。短距離特急といっても上海から広州までは4時間の長旅。そこまでして藤木さんが会いたい気功の大家とは。広州の朝、しかもこの広州の最大の名所である西湖のほとりの公園に異様な集団が。サングラスをかけた男の手の動きに操られる人々、これも気功のなせる技なのでしょうか。上海市は何者なのでしょう。張光泉47歳、武術としての気功を始めて30年、人間を意のままに動かせる大家です。張先生はこうおっしゃっているのです。彼らが事前の打ち合わせで動いているのだという人がいるが、そうではない証拠にあなたが手を挙げたら動かして、手を下ろしたら動きを止めるという実験をお見せします。と言われても半信半疑の藤木さんなのであります。また開けて、開けて。いやはや驚いた。中国ってのはすごい人がたくさんいるもんですね。いや参った。あまりの凄さにレポーターという立場を忘れて思わず言葉を失ってしまった藤木さんでした。あのマルコポーロが世界で最も美しい街と呼んだ広州。この広州は古来から地上の楽園と呼ばれ、その中心に位置する西湖もまた朝によし夕によし雨の日もまたよしと歌われる一大景勝地です。そしてこの古都は浙江省の省都でありながら今もなお緑濃い楽園。
中国は超人もすごいが水もすごいと感心しつつ、藤木さんがやってきたのは聖湖の河口公園。体長1メートル、体重35キロもある鯉がうようよ。その聖湖のほとりで再びあの翔先生とご対面。気の力によって複数の人間を思いのままに動かしてしまう翔先生ですが、今度は藤木さんがまな板の鯉ならぬ翔先生の気功の実験台となるのです。もちろん翔先生の外気功は人を動かすのが目的ではありません。自分の気を相手の体内に吹き込んで自由に操ることで、相手の気を解放して体や心の病を治すという立派な医術なのです。さあ、徐々に藤木さんの気が解放されていきます。目を開けてください。你这眼睛站开啊，你就站这么着啊，我看你还怎么动就站怎么动。開けてください。これからですね、先生の前のね。照相的领导，看他的眼睛准备。先生の目に従って、動きますこれから。来了，第二个，来第二个，再来。哦，よろしいです。わかりました。今動いたの。あ、やろう。今もしかしたら何の時だよ。逆らえない。わかりませんか。動き出す。わ、いや、引き吸い込まれそう。吸い込まれるか。うん。あ、そうそう、違う違う違う。どうしようもない。どうしようもない。そう、意識がない。けどね、まあ。感じていることには確かなんですね。これは藤木さんは気功を信じました。出光圭さんは気功で作られた強靭な肉体に愕然としました。そしてあの薬瓶の謎、中国には超能力が存在したのです。もちろん失敗もありました。しかし 100% の成功率ではないからこそ、トリックのない本物の超能力だと信じられるのではないでしょうか。そして体を鍛えるだけでは不可能な事実を目の前に突きつけられてこそ、人間が内に秘めている恐ろしいほどの生命エネルギーである気の存在が信じられるのではないでしょうか。長い歴史に培われてきた悠久の大地に11億の人間が住む中国には、まだまだ知られざる超人たちが果てしのないパワーと能力を持って静かに生き続けているのです。中国は今そうした超人たちの能力を科学的に研究し、人類への貢献を考えています。今日も言われます。しかし驚異の超人パワーは平和な世界にあってこそ初めて生かされるのではないのでしょうか。